第18回10月国家資格キャリアコンサルタント試験学科試験対策講座のガイダンスを始めます。私はキャリアコンサルタント課の大森と申します。よろしくお願いします。はい、学科試験対策講座というところでレックではですね、3講座ほど用意しておりますけれども、レックキャリコン養成講座自体が、そもそも今年ですね20周年になっておりまして、資格試験合格のレックということで、42年間にわたり、さまざまな資格の受験勉強受験指導してまいりました。そのノウハウを生かしてキャリアコンサルタント国家試験対策講座を用意しております。レックのキャリコン試験対策講座はキャリアコンサルティング教育家向けの試験対策講座です。講座の内容、特徴、受講料などをご案内していきます。ではちょっとスライドの方に切り替えさせていただきますね。はい、学科試験対策講座ということですけれども、学科試験は2団体とも同じ試験内容ですけれども、実技試験の内容が異なりますのでお申し込みの際にはご注意ください。でレックの方の今回ご紹介するコンテンツとしましては、学科試験対策講座の中の学科特訓ゼミ、学科過去問ポイント講座、学科統計資料スピードマスター講座、3つとも通信ですね、ウェブ通信で見ることができます。右下 の QR コードからねお申し込みいただければなと思いますので、ご説明を進めていきたいと思います。まず1つ目なんでこんな感じですね。難しいっていうか基礎編っていうんですかね、初学者向けには学科特訓ゼミで、過去問の分析、過去問から分析している講座なんですけども、こちらは学科過去問ポイント講座ですね。過去問からですね、回答への導き方を学びたい方におすすめです。で学科特訓ゼミというのは、基礎編っていうか初学者向けと言いましたけれども、もう試験範囲が広すぎて、勉強の仕方がわからない方、キャリアコンサルタント養成講座でいろいろ学習したんですけれども、テキストの量が多すぎてポイントが絞れない方におすすめです。で一番下のですね、学科統計資料スピードマスター道場というのは、結構統計資料がですねあちこち試験に出てくるんですけれども、白書とかですね、統計資料からの出題問題がとても苦手っていう方、逆にですね統計資料が大好きっていう方にも人気の講座なんです。では一つ一つちょっと順を追ってご説明していきたいと思います。まず学科特訓ゼミなんですけれども、講義内容はキャリコンの学科試験に必須の基礎知識を演習形式の講義で定着させる講座です。レックキャリアコンサルタント養成講座のテキストをもとに作成したオリジナルテキストとレジュメを使用していきます。どんなものかと言いますと、レックキャリコン養成講座のテキストって実はですね、ちょっとここに準備してきたんですけども、こんな5種類ありましてね、でちょっと結構量がこういっぱいあって、これちょっと読むだけでも嫌になっちゃうじゃないですか。それでこの中からですね、基礎的な内容ばかりですけども、そういったところを絶対知ってなきゃいけない、間違えてはいけない問題ですよね、基礎内容って。それをですね、このテキスト1冊にギュッとまとめたテキストがついてます。字はちょっと若干普通のテキストの字よりもちっちゃめでギュッと詰め込んでますけどね、字ばっかりですけども、これに1冊にまとめておりますので、結構このテキスト好評ですね、まとまってると言って。でさらにですね、このテキストを読むのがちょっと大変だなっていうことで、こういうレジュメをですね用意していまして、これはサブノートって思っていただければいいんですけど、だいたい重要なポイントをこう何ですか、カッコ抜きでこう、もうテキストを読みながらここ埋めていくっていう作業をするんですけども、それで赤ペンとかで書いておいていただければ、こういうね、赤い下敷きで、後でこう、合わせてね、こうやって見ていただければ使える、サブノートがついてます。レジュメですね。で、これとテキストがついているっていう学科特訓ゼミですね。はい。で、講座時間が一応ウェブですけれども、講座時間が7時間。演習時間も込みで、こう皆さん一緒に講座聞きながら、じゃあ今演習でこの括弧の中に
入れていってください今読んで入れていってくださいみたいな形で演習時間も取ってありますので、聞きながらもう一緒に勉強できるっていうような形になっております。で、今度ウェブ配信期間っていうのがありまして、これはですね一番最初年度で切り替えてましたますので2021年度版ということで4月かな3月ぐらいに収録したんですかね。で3月31日来年の3月31日までずっと見れますので、何回でもね。はい、そして受講料です。受講料は、レック受講生の方はレック養成講座受講生の方は13,600円、一般価格の方は17,000円ということで、まあ、2割引きって感じですね。もうこのオリジナルテキストとレジュメがついてますので発送させていただきます。印刷してね発送させていただきます。はい、じゃあこう書きながら覚えるタイプの基礎編の方でした。で、あの先生はですね、これ担当している先生は南英一先生といって、あの大阪の大阪弁でやっていらっしゃいますけど、ちょっと面白い先生ですが、特にですね、あの社労士のとでいらっしゃるので、すごいあの労働法関係のところはとてもあの詳しく説明してくれていますのでね、ぜひ受けてイメージられるといいと思います。はい、では次の講座の説明いきますね。学科過去問ポイント講座、これもウェブです。講義内容は第1回試験からの品質分野、よく出題される分野の分析がされていて、でおよび第16回17回過去問問題を分野別法律統計理論その他に整理して分析して回答への導き方を学べます。講義ではキャリアコンサルティング協議会2021年度キャリアコンサルティング関連情報集を使用します。事前にキャリアコンサルティング協議会のホームページからご購入の上ご受講くださいってことなんですけども、キャリアコンサルティング協議会の情報集というものがですね、こういう、キャリアコンサルティング関連情報集というのが出てまして、毎年ね、これの今回は2021年度版でこれちょっとピンクっぽいやつです。毎年色が変わってますね。で大体この情報集というのはあのこれを使って、大体このキャリアコンサルティング協議会がもともとあのキャリアコンサルタントになって、でその後引き続き継続学習としてあの見てもらいたいっていうふうに思いで作られたと言われてるんですけれども、結構ねキャリアやっぱり試験団体が作っている本で重要だなと思われるところが、まあ、試験によく出てるなと私は感じてまして、で、まあ、この テキストを使ってこの教材を使って、まあ、講座を進めている内容になってまして、まあ、過去問をですねあの分野別にこう分けて、まあ、過去問の説明をこの情報集に載ってるところは情報集で説明をしていってるっていうような形になってます。であの過去問なんですけども、過去問、まあ、こういう過去問ありますよね。これ17回試験の過去問ですけども、これはですねあのこう通学の講座、通信でこれをダウンロードするようにレックではできませんのでね、著作権の関係上。だからこれもキャリアコンサルティング協議会の試験のところからご自身でダウンロードしていただいて、それの、 あの問題はご自身で準備した上で講座を受けていただく。で、回答解説をしながら、あのどういうところが分析してますのでね、整理して分析して分類されてますので、でどういったところが出やすい、こういうふうに出されているのでこういうふうに考えましょうみたいな話をしてくれています。先生が特にねあの藤原先生すごく説明が お上手なのでね、あの分かりやすいと思います。であとですね、こうあのこれに関連してといいますか、あまだ続きがちょっとありまして、ね、講座時間なんですけども、まあ、同じく7時間、ね、でウェブ配信期間は学科試験、ね、あのある日10月31日の夜中っていうんですかね、朝っていうか、うん、まで一応配信はされています。なので早めに、ね、お買い求めいただいて勉強されるといいと思います。で受講料はレック受講生が13,600円、一般価格が17,000円。これはね教材費は先ほどの情報集別ですのでね、こちら情報集の金額は後ろに載ってる2200円と書いてありますのでね、こちら別でお買い求めいただくことになりますけれども、レックのね各本校では販売しておりませんので、あの必ずキャリアコンサル協議会の方でお買い求めください。レック養成講座の受講生の方はねこれ皆さんお持ちだと思いますので、はい。
でこれに関連しまして、こういう書籍がこのちょうどですねこの学科過去問ポイント講座を実はですね分析の担当している先生が小沢先生という先生なんですけども、この右下のちょっとこう可愛らしい絵になってますけども、この回答解説の制作の方ですね担当している小沢先生が、これ作った本なんですね、この外版書籍で。これちょっと中身がこう論点テキスト、一応論点こういったところで出やすいところをちょっとテキストとまとめているテキストと、あと予想問題入ってますので、予想問題も入ってます。そういうちょっと書籍もよ販売しましてね。で一応税抜き価格は2700円で税込みだと2970円という形になってますけども、まあ、リックの養成講座受講生の方なんかは、55ポイントっていうのがついてますからね、ポイントでも購入できますし、まあ、試験対策講座も全然55ポイント全部使えます。あとですねこれこういう帯つけたんですけど、最近こう宮城真理子先生ってキャリコン界で有名な先生がいらっしゃいまして、この方ちょっと推薦してくれたっていう本でね、ちょっとこう帯つけちゃいました。宮城真理子先生推薦っていうことでね、力作の著書ですねっていうふうに言ってくれてるんですけど、分かりやすいですよって書いてくれてます。あとこの本は、第1回目の試験から、だんだん2020年度実施の第15回試験までの過去問の分析と予想問題100問入ってるんですけども、第16回試験以降の分析につきましては、この本書購入者特典といって、このちょっとペロッとめくっていただきますと、ここにあるんですけど申し込みが、これ本書買ってもらった方は動画が見れるようになってます。で無料分析講座ということでね、動画が見れますので、試験後に都度アップしてます。なのでこちらもねぜひ一緒に学科試験の勉強の時に過去問分析のこの取説ですね、合格の取説購入していただければなと思います。はい、では次のやつですね。でこれ一応2級技能士も使える、2級技能士の方の過去問とかも一緒に分析して載せてますので、2級もし目指す方もこれ引き続き使えますので、ね、はい。次のこれ学科統計資料スピードマスター道場っていうね、ウェブ、これもウェブですけども、講義内容が、白書統計資料は毎年の情勢により内容や数値や刻々と変化します。当講座は過去問の出題傾向をもとに今発表されている白書統計資料のポイントを講義し、演習問題を通じて身につけることができます。こちらもですねオリジナルテキスト付きとなっております。テキストがですね、ちょっとお見せしますね。結構ねこれ先生の力作なんですけども、びっくりしますよ、これこんなにいっぱいついてます。ちょっとね、3冊に分けてますけれども、印刷の関係上というか、これもしっかりとしたテキストで、厚みも結局こんな学科過去問、学科の先ほどお見せした学科特訓ゼミよりちょっと厚いと思うんですよね、そうですね、こういうしっかりしたテキストが、ついています。でこれで統計資料の方ね、しっかりとどうやって解いたらいいのかっていう先生の解説とともに説明がされてますので、結構統計資料ってグラフとかこんなんばかりですけどね、どうやって見るのかとか見方とか分かりますので、ぜひこちらの方もですね、好きな方はすごい統計好きな方はね逆にいいかなっていうところもあります。で講義時間は5時間です。でウェブ配信期間は同じく10月31日まで。で受講料につきましては、こちらはですねレック受講生も一般の方も合わせ両方とも同じ価格にしてあります。1万円です。でテキストついてて発送いたしますのでね。でこちらいつもレック養成講座ではおなじみの小松先生がお話ししてますの で中小企業診断士の先生でもありますので、こういう統計資料お得意なんですね。はい、ではですね学科の講座試験対策講座ご紹介いたしました。あとですね、こう、申し込みとかお問い合わせにつきましては、そうですね、養成講座終了後試験まで間が空いてしまうので、力を落とさないように、
さらに合格を確実にするためにレックの試験対策講座をご活用いただければと思います。ちょっとこちらですね、お申し込み方法、あ、失礼しました。お問い合わせ先はこちら、お申し込みお問い合わせ先はレック各本校、営業時間は各本校ホームページをご確認ください。またレックコールセンター電話番号は 0570-064-464 です。こう時間はここに記載されておりますけれどもね。あとですね、試験に関するお問い合わせはですね、キャリアコンサルティング協議会の国家資格キャリアコンサルタント試験センターっていうところにね、ご連絡いただければと思います。はい、それでは学科の試験対策講座のご説明ご案内をこれで終了いたします。ありがとうございました。